して小沢も一旦下がります。坂下純也1年生を投入します。筑波大学流れを変えてほしいというところですが、許してくれないカジースキー。一方今はビハインドという筑波大学、ただこの間にしっかりとこの対戦相手のデータは取っているはずです。それでもそれを上回っていきますカジースキー。連続サーブポイントです。これで再び3連続ポイントジェイテクト。これも強烈、超えたチャンスボール。ジェイテクトバックアタック、上げた酒井、つないで旗は返すだけ。もう一回チャンス、速攻、福山の速攻たまらず筑波大学タイムアウト要求です。18対9、リードジェイテクト。カジースキーのサーブ続いています。止められない、これでカジースキーは3本目のサーブポイント。5連続ブレイクジェイテクト。まだこのカジースキーのサーブ、また来た、20対9。ここに来て一方的な展開になっています第1セット。上げられない、なんとか1個目触りましたが上げられない。7連続得点ジェイテクト。いやー、触ってしまった高橋。